C-40C-40B 交換輸送機 C-40 はアメリカ海軍及びアメリカ空軍が運用している人員輸送機ボーイング737から700旅客機を軍用に導入したものである交換人員輸送及び平坦輸送に用いられている A 型が海軍 B、C 型が空軍で運用されている タキシング中の C-40A、C-40A はアメリカ海軍で平坦輸送に用いられている。相性はクリッパー。C-40A は GPS 機能を含む飛行管理コンピュータを備えており、将来のギャトム、ファンズ運用環境に適合する。RVSM を備え、TCS2 を搭載する。 同様に強化された地上接近警報システムやウィンドシアー予測やヘッドアップディスプレイや戦術広報装置 UHF-IF 機能を備える C-9B の後継機として導入され海軍予備役によって運用されている121名の人員または貨物使用、価格療養使用では70名の人員及び3枚の貨物パレットを搭載できる 海軍は航空機の調達にあたり標準的な小観航を使用し、まず6機の737から 700C が発注され、1999年に初飛行した。2001年4月21日に最初の4機のうちの2機がフォートワース海軍航空基地の第59艦隊兵艦支援航空隊に配備開始された。同年末、 さらに2機が VR-59 に配備されたほか、2002年8月に2機がフロリダ州のジャクソンビル海軍基地の VR-58 に配備された。2006年までに追加で3機が発注され、2004年11月22日に7機目が、2005年2月に8機目が、2006年5月に9機目が調達され、カリフォルニア州のノースアイランド海軍基地の VR-57、 に配備された。海軍では C-9B の代替を継続するために最大23機追加発注する予定である。クリッパーは現在海軍予備役で運用される C-9 とは異なり国際的な騒音と環境規制に適合する。燃料消費効率が優れており航続距離と積載量が増加した。C-40B および C-40C に ついては、アメリカ空軍で、輸送機として運用されている。ナズノースアイランドのアメリカ海軍の、艦隊補給支援飛行隊57の C-40A、C-40B は737から700バイト BJ の軍用機種で、C-137 の後継機として、交換の輸送に用いられる。軍用機として、通信機能が強化されており、 交換輸送用にビジネスクラスの座席が用意されている。2000年8月に発注され、2002年6月に初飛行し、12月から配備が開始された。2005年までに4機が製造されている。配備先は第89空輸航空団などである。C-40B は軍と政府の交換のために空の事務室になるように設計された。 C-40B には大容量のデータ、ビデオと同様に暗号化された音声とデータ通信ができるように、ブロードバンドの通信環境が備えられたことで、世界中のどこにいて仕事ができるように機内からインターネットに接続でき、電話、衛星回線、テレビモニター、ファクシュミリア、副車機を備えている。また、自衛装備も備え付けられている。C-40C は、 C-22 の後継となる人員輸送機で C-40B と同じくボーイング737から700バイト BJ の軍用型である。2007年までに6機が製造され空軍周兵と空軍予備役軍団に配備された空軍周兵と空軍周兵局の空輸要員によって運行される商用オフザシェルフを使用することで c 四十 c は 空軍の要求する仕様を満たす機体をリースする。C-40C はこの方法で調達された初の軍用機である。2002年10月にワシントン DC を拠点とする空軍周辺の第201位総飛行隊は2機の C-40C を調達した。2007年に空軍はイリノイ州のスコット空軍基地の 第932飛行隊に3機の C-40C を配備した。C-40A アメリカ海軍向け人員輸送機。9機製造。C-40B アメリカ空軍向け交換輸送機。4機製造。C-40C アメリカ空軍向け人員輸送機。6機製造。ありがとうございます。